あなたには帰る家があるは、直木賞作家、山本文夫による長編小説である。1994年8月10日に修営者から書き下ろし小説として単行本が刊行された。山本にとって20冊目となる作品である。1998年1月20日に修営者文庫版が2013年6月21日に角川文庫版が発売された。 2003年12月3日に BS 富士でテレビドラマ化され、2017年にワーサルシアターで舞台化された。2018年4月期に TBS 系でテレビドラマ化された。結婚して1年半、来月には1歳になる娘、レ奈ナと年下の夫、秀明と暮らす佐藤真由美は望み通りの生活を手に入れたと思っていたが、結婚退職したことを後悔し、 保険外行員のパートを始める。秀明は結婚してから、真由美の料理には、がっかりしていたが、言い,い争いになることが嫌でそれを口に出すことはなかった。しかし、真由美がパートに出るようになってから、家事を押し付け合って、互いに不満を募らせるようになる。ある日、ナスデン一家が秀明のモデルハウスに見学に来る。秀明は大平な太郎にへきえきするが、真由美とは、 正反対の家庭的な綾子に惹かれ、綾子もまた、優しい秀明に惹かれるのだった。そんな二人がふとしたことで関係を持ってしまう。パートで自分の稼ぎを得てますます仕事に打ち込む真由美だったが、ある日、秀明の浮気に気がつく。お互いに不満が溜まっていた二人は、大喧嘩の末、三ヶ月の期限を切った約束をする。秀明は、 家族の意見がバラバラでいつになるかもわからないなす。たやの契約を取ることに必死になっていた。一方、真由美は保険の勧誘に訪れた中学校で太郎を知り、秀明の顧客だと気づいて家の新築よりも保険をと勧めるのだった。真由美は太郎の妻、あや子が秀明の浮気相手であることを森永から知らされ、また、あや子のお受け手紙によって太郎も 秀明と綾子の関係を知り、太郎から暴力を受けた秀明が大怪我をして入院するという大騒動になる。秀明は真由美に離婚を求めるが、結局、約束通りに会社を辞めて主婦になり、真由美はフルタイムで働くようになる。そして、真由美と秀明は、これからの生活がどうなるのかどうするのか、それぞれ思いを巡らせるのだった。 2003年12月3日20時から21時45分に BS 富士で放送された。主演は斉藤由紀。キャストスタッフ2018年4月13日から6月22日まで TBS テレビ系の金曜ドラマにて毎週金曜日22時から22時54分に放送された。主演は中谷美希。企画、制作制作にあたって リアルな夫婦像を描くため、仕事と家事の両立や、子育てや夫との生活について100人以上の女性の意見を調査した。原作とは、子供の年齢や家族設定などを変え、また、離婚せずにやり直す原作とは違い、離婚したまゆみと秀明と玲奈の話や、玲奈と慎吾の話、秀明が退院した後のナス・デンプずの話などをオリジナルストーリーで、 夫婦の絆を描く。ストーリー4月13日の金曜日に13回目の結婚記念日を迎える佐藤まゆみは、子育てが一段落したこともあり元の職場に再就職する。夫、秀明はもともと家事に非協力的だったがまゆみが、働き出しても家事を手伝うことはなく、秀明の方はさらに家事を手抜きするまゆみにうんざりし、圭介の店で、それぞれ不満を吐き出す二人だった。 そんなある日、秀明のモデルハウスに、ナス伝ンプズマが訪れる。家庭的なあや子に惹かれた秀明と、優しそうな秀明に惹かれたあや子は、まゆみが秀明の帰りを待つ結婚記念日に関係を持ってしまう。まゆみなら、浮気に気づかないと高をくくっていた秀明だったが、担当が変わって、ナス伝ンプズマを知ったまゆみに、浮気相手が、あや子だと知られそうになり慌てふためく。 秀明の浮気に気がついた真由美は、相手が森永だと思い落ち込んでいたが、年上の綾子が相手だと知って、衝撃を受ける。離婚という方法もあると考える真由美だったが、レ奈ナにだけは知られたくなくて、猛省して、必死に謝る秀明と、レ奈ナの前だけでは、今までのように夫婦を演じる。しかし、浮気が発覚しても悪びれた風もなく、真由美に挑戦的な綾子に、 マユミとヒデアキは苦慮する。一方、マユミを裏切ったヒデアキを悟していた、太郎だったが、自分の妻、アヤコがヒデアキの浮気相手だと知って途方に暮れる。ヒデアキから拒絶されたアヤコは、マユミが悪いからだと思い詰めて、佐藤家に乗り込んでくる。そこに、アヤコの置き手紙を読んだ太郎までもがやってきて、太郎に殴り倒されたヒデアキが入院する事態になる。退院式に帰ってきたヒデアキに、 マユミは別れようと告げるのだった。浮気を後悔し離婚回避を試みる秀明だったが、マユミの意志は固く結局二人は離婚する。太郎は綾子からの離婚の求めを拒むが、家出して働き口を見つけ、どこまでも太郎を拒絶する綾子に、ついに自由になれと印鑑を押した離婚届を渡す。しかし、太郎の綾子への不器用な愛情を知ったマユミは綾子を、 タロウの元に帰そうと図るが、真ユミを敵視し,し意地を張る綾子と対立する。真ユミと綾子秀明とタロウの4人は、故障で閉じ止められたエレベーターの中で本音を言い合う。タロウは、常識外れの行動を真ユミと秀明から非難される。綾子をかばい、今までの反省とこれからを語るタロウの説得で、綾子はナス、タヤの家に帰る。マユは、ナスデンプズマに出会う前から、 実はすでに夫婦関係は壊れていたと考えていて、夫婦で向き合って話し合って来なかった後悔を語り合う、真由美と、秀明だった。復縁をこう秀明に、それでも、真由美は、離婚を翻すことはなく、一定の距離を置いた元夫婦の関係のままで真由美と、秀明はそれぞれ帰っていく。キャスト佐藤やなすたやなぎさ、ホームズ鎌倉展示場カレーショップ小町その他ゲスト 登場する映画秀明が、映画好きとの設定で映画のエピソードが登場する。スタッフロケ地ギャラリー放送日程関連商品2017年6月23日から7月2日まで、ストレイドック番外公演として、ワーサルシアターで舞台化された。脚本と演出は、森岡敏之。配役は、佐藤真由美は、カイトルリ、佐藤秀明は、谷亮が演じた。 ありがとうございます。